長きにわたりお笑い界の一線を走り不動の地位を確立し、現在もなお活躍し続けている明石家さんま。明石家さんまの弟が非業の死を遂げており、その真相が何とも悲しすぎると話題になっています。今回はそんな明石家さんまの弟の他界理由について徹底調査していきたいと思います。さらに知られざる老い父についても深く釣りしていきます。では張り切って見ていきましょう。明石家さんまの弟が他界した理由について調査してみると、自死であった可能性が浮上しました。そのように言われている理由について徹底的に深く釣りしていきましょう。明石家さんまの弟は19歳という若さで他界していることが明らかになっています。亡くなった当時メディアは騒ぎ立てたそうです。というのも弟の死が自宅の火事による焼死だったからです。明石家さんまの弟で10代でさらに火事による死となれば、騒がれるのも致し方ないかもしれません。当時明石家さんまは憔悴しきっており、芸能界引退を考えるほどだったと言われています。弟が亡くなった理由が火事だったことに加え、さらに明石家さんまを苦しめたのは自死だった可能性が濃厚と判断されたからだと言います。どうやら焼身自中黒という結論に警察は至ったようです。検証を重ねた結果、警察から弟の身体に灯油がかけられていた、火が上がっても逃げようとした形跡が見当たらない、火事が起こったことを家族に知らせなかった、鑑識などは入念に検証を重ねたと思われますので、デマを流すとも考えられません。そうなればやはり自死であった可能性は否定できないのではないでしょうか。明石家さんまは弟の死因が自死ということを信じていなかったようで、あいつは地中黒するような人間やない、もし地中黒するほど苦しんでいたら僕に一言相談したはずや、このように語り弟に対するやるせない気持ちを吐露しました。ではなぜ弟は自ら命を絶ってしまったのでしょうか。その点について調査してみると、家業が関係していることが明らかになりました。明石家さんまの実家は工場を経営しており、弟は高校卒業後実家の手伝いをしていたようです。将来的には弟が家業を継ぐことが決まっており、その境遇に対して家業を継ぎたくないと周囲に漏らしていたと言われています。自死に至った理由に直結しているかは不明ですが、つくかなからず弟にとっては負担だったのではないでしょうか。一人で悩み続けることで心が病んでしまい自ら命を絶ったのかもしれません。現代で言えばうつ病だった可能性もあります。きちんと医者に診てもらえれば悲しい結末を回避できたかもしれません。時代が違えばもしかすると助かっていた命だったのではないでしょうか。明石家さんまは弟の告別式では必死に涙を耐え、口を絵の字にしながら耐え続けたといいます。時が流れ、弟のことについて明石家さんまは、明石家さんまのことをずっと尊敬していた、明石家さんまの言うことは全て正しいと思っていた、誰に対しても素直にさらけ出せる強さを持っていた、サッカーが得意でインターハイにも出場した経験がある、弟のことを心から愛していたことが伝わってきますね。弟の死に打ちひしがれていた明石家さんまを立ち直らせるのに一役買ったのが同期のオール巨人でした。とあるお笑いライブでオール巨人は明石家さんまに対して、お前んち弟焼いたらしいな、とんでもない発言をしましたが、明石家さんまはそれを笑いに転化させ、なんてこと言うんや、材木の代わりに焼いたんや、この一言で笑いに変えました。捉え方によっては心をさらに傷つけるような言葉ですが、オール巨人なりのエールでした。二人
人の深い関係性があるからこそ成立する笑いだったのかもしれません。悲しい出来事さえも笑いに変えなければならないのは辛いことですが、明石家さんまの懐の深さを改めて感じざるを得ません。弟の死について詳しく見てきましたが、明石家さんまの家族構成と悲しすぎる幼少期も話題になっています。その点についても詳しく見ていきましょう。明石家さんまの実家はさんまの加工業を営んでおり、そこから明石家さんまの芸名が付けられたと言われています。家族構成は両親と6歳年上の兄の4人家族でしたが、明石家さんまが3歳の頃に母親が病気で亡くなってしまいました。男で一つで2人の息子を育てていましたが、明石家さんまが小学生の頃に父親がいとこの女性と結婚しました。お互いに再婚で、継母には明石家さんまより8歳年下の息子がいたようです。それが他界してしまった弟だったと考えられます。継母は実の息子がいたこともあり、明石家さんまや兄のことをあまり可愛がることがなかったようで、明石家さんまはどうにかして愛されるように日々面白いことをして喜ばれようと努めていたといいます。継母は隣の部屋で酒を飲んでいる時に、うちの子はこの子だけやと話しているのを壁伝いに明石家さんまと兄は聞いてしまったようで、2段ベッドで2人で泣いたそうです。とても悲しい幼少期ですね。トラウマになってしまっても仕方ないような状況ですが、弟を可愛がっていた明石家さんまも本当に懐が深いと感じます。そんな経験をしたからでしょうか、大竹しのぶの連れ子であった日花のことを実の息子のように可愛がり、実の娘の伊丸以上に優先にしていたそうです。そんな関係性もあり、現在も明石家さんまのことをボスと呼び仲が良いそうです。明石家さんまはとんでもない悲しい経験をたくさんしていますが、その数の分だけ人として優しさと深みを増しているのかもしれません。そんな人間性だからこそお笑い芸人として一線を走り続けられるのかもしれません。今後も底抜けに明るい明石家さんまで活躍し続けてほしいと感じます。明石家さんまの弟は実家が火事になり焼死したことが判明。検証の結果、弟の死因は自死であったと判断された。家業を継ぎたくなかったという思いが自死に至ってしまった原因と考えられる。1955年7月1日に和歌山県串本町で生まれた明石家さんまさん。さんまという芸名は父親の父、杉本常さんがさんまの加工業を営んでいたことから名付けたのだとか。お父さんとさんまさん、目の当たりが似ていますね。6歳年上の兄と明石家さんまさん、父、母の4人で暮らしていた杉本家ですが、明石家さんまさんが3歳の時に不幸が訪れます。愛する母親が病気で亡くなったのです。さんまさんはまだ3歳とお母さんに甘えたい盛りの年齢ですから、相当ショックだったのではないでしょうか。男で一つで男の子2人を育てていたお父さんですが、やはり大変だったのでしょう。明石家さんまさんが小学校高学年の時にいとこの女性と再婚します。継母にも明石家さんまさんより8歳年下の男の子がいたと言いますから、お互いに再婚だったのでしょう。明石家さんまさんは年の離れた弟の正人さんのことをチビと呼んでとても可愛がっていたと言います。しかし実の息子のことは可愛がるものの、義理の息子である明石家さんまさんとお兄さんには心を開かなかったという継母。明石家さんまさんはなんとか継母に心を開いてもらおうと毎日面白いことをして喜ばせようとしていたと言いますから、なんともけなげですね。継母も突然3人の男の子の母親になって精神的に参っていたのかもしれませんが、思春期の明石家さんまさんにとって辛い言葉だったのでしょう。
それ以来明石家さんまさんはお酒が苦手でほとんど飲まないと言います。また警護に冷たくされた辛さを味わせないために、大竹しのぶさんの連れ子の日香さんにはとても気を使って、実の子供の今るさんよりも先に触れるようにしていたとのこと。そのおかげもあって、明石家さんまさんと日香さんは今でもボスと呼び、誕生日も祝うほど仲がいいようですね。明石家さんまさんの父杉本恒さんは2006年に心肺休停止で亡くなっています。享年76歳でした。芸能界トップの明石家さんまさんのお父さんの葬儀となれば、参列したいという方も多かったはずですが、密葬で親族のみで行われたとのこと。父親の葬儀の時、吉本興業の関係者に固くガードされ、写真さえも撮らせなかったという明石家さんまさん。口述するように、弟さんが亡くなった時に、センセーショナルに報じられたので、マスコミの目を避けたかったのかもしれません。2010年に、さんま、真の夢競馬2010で、明石家さんまさんのお兄さんが、奥さんが母親の面倒を見てくれている、と言っていましたし、2022年現在お母さんが亡くなったという、情報は入っていないので、まだご健在なのでしょう。お兄さんと一緒に暮らしているということですから、奈良県にお住まいのようですね。